いや、それ、虎の日々寝るシャツだろ。初手どうした?え、このことわざ知らない?知らない。馬の耳に念仏なら聞いたことがある。ああ、それと同じ意味だよ。虎の日々に寝るシャツがあっても意味がないよって意味かな。そうなんだ。てか、お前やっぱちょっとおかしいよ。ああ、それは自覚ある。虎を見るよりも埼玉だわ。は?どういう意味だよ。火を見るよりも明らかと同じ意味だよ。じゃあそう言えよ。いちいち虎ことわざ絡めてくるなよ。僕って幼少期に壮絶なトラウマを抱えてるから。どんなトラウマだ?知りたい?一応。そんな簡単には教えられないな。あ、それはトランヤがおろさないな。そうはトンヤがおろさない。な。じゃあ別にいいけど。嘘、言うよ。そんなすぐに虎を投げないでよ。サジを投げない。正解。うっとうしいな。理由なんだけど、小さい頃、家で寝てたら、突然さらわれたりしてたんだ。ほぼ毎日。は?てか、幼少期に何度も誘拐って、それでサイコパスになるやつやん。でも、なんでなんだ?警察の人には、個別にいらずんば、孤児を得ずのせいだって言われた。ああ。これだからことわざは嫌いなんだよ。嘘つけ。